それでは分子時計について、じゃあ問題文見てみます。あるタンパク質について種 A と種 B のアミノ酸配列を比較したところ4箇所異なっていた、ね、人と馬、ね、それぞれヘモグロビンっていうタンパク質を持ってる。だけど人のヘモグロビンと馬のヘモグロビンってちょっと違う。そんな風に種 A と種 B も同じタンパク質を持ってるんだけどちょっと違っていたっていうんだね。で、種 A と種 B が分岐したのが600万年前とすると、このタンパク質のアミノ酸は何年に1箇所変化していることになるか。で、この問題の、状況を図にしました。これが種 A と種 B の共通祖先が持っていたタンパク質、今回注目しているタンパク質、アミノ酸があって、アミノ酸がいっぱいつながったものと。で、種 A と種 B に分かれて、で、まあ、600万年が経って、まあ、現在に至ると。で、変化したアミノ酸は赤く今回塗りつぶしました。赤く今回変化したアミノ酸は塗りつぶしました。あれ、ね、2箇所しか塗りつぶしてない。ね、いやいや、4箇所異なっていたっていうんだから、4個塗りつぶさなきゃダメなんじゃないって思うかもしれないけど、実は、こういう問題の場合、4箇所違うっていうのは、それぞれ2個が変化したから、それぞれ2箇所変化したから、上と下を見比べて、1箇所、2箇所、3箇所、4箇所違うっていうふうに判断するんだわ。つまり、僕が持ってる教科書、そしてみんなも同じ教科書を持ってる、ね、僕は僕で1ページ違う内容に書き換えちゃう。で、みんなもみんなで持ってる教科書を1ページ違う内容に書き換えちゃう。で、みんなの持ってる教科書、僕の持ってる教科書、違いは何ページって言われたら2ページだよね。俺の書いたページの分とみんなの自由に選んで書いたページの分、同じようにここ2箇所違う。で、ここ、あ、やばい、A は A でこことここが変化した。で、B は B でこことここが変化した。A と B の違いは、まずこれ違うね。初めの皆さん違うね。違い1箇所目。これ同じだね。で、ここ、違い2箇所目。違い3箇所目。違い4箇所目。ね。違いは 4箇所だ。2個変化した、2個変化した。で、この上と下を見比べたら、違うところは1、2、3、4。ね。4箇所違うってことになるんだね。もちろん、同じ場所に2回変化が起こる場合ももちろんある、現実には。それに同じアミノ酸のところに変化が A と B で起こる可能性ももちろんある、現実では。だけどね、問題文で何か断りがない限りそういう可能性は無視していいです。もちろん現実の研究ではそういう補正を加えなきゃいけないけども、今回こういう問題では無視していい。それぞれ2個変化で、今見たら4箇所違うね。4箇所違う、2個変化2個変化で、もうここまでくれば600万年で2個変化した、ね、600万年で2個、だから何年に1個、ね、何年に1箇所変化してるかっていうと300万年だね。こんな風に DNA の塩基配列とか、今回で見たようなタンパク質のアミノ酸配列、その変化する速度のことを、もしくはその速度の一定性を分子時計って言います、ね、なんで速度の一定性がね、時計って関係ねえじゃんって思うかもしれないけど、でみんなの持ってる時計も針が一定の速度で動くから役に立つんだよね。今回も同じようにアミノ酸が一定のリズムで変化していくっていう考え方をしてるんだね。では、分子時計でした、ね、復習してみてください。